皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは中華そば第三灯籠さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。2022年4月オープン、人気ラーメン店品そば中の店主さん監修の中華そばが楽しめる新店です。地下鉄東西線24軒駅から歩いて10秒の好立地。鶏醤油800円、鶏の旨みが存分に味わえる濃い醤油のスープと舌触りのいい麺、食べて損のない美しい一杯です。いただきます。丸山製麺の細めのストレート麺は全粒粉入りでとっても美味しい。もちっとしてて好きです。スープは濃いめの醤油味ですが、鶏の甘みがあるのでしょっぱくない。このキラキラ輝いている油が美味しいんです。この麺の色が少し濃いのもいいですよね。スープともとっても合っています。お店の外に無花町ラーメンと書いたのぼりが出ていたので、無花町なのかな。最高じゃん。具材はバラとロースのチャーシュー2種類、海苔、メンマ、ネギ。メンマの歯ごたえグッドです。個人的には海苔がスープと合っていないように感じたので、なくてもいいかなと思いました。チャーシューは北海道余市町の麦豚を使用。ロースの方は低温調理、バラは分厚くゴロッとカットされています。どっちも美味しい。最近鶏チンタンスープ系の中華そばには低温調理のチャーシューを出しているお店が多いですよね。大好物なのでとってもありがたいです。メニューはこんな感じ。反射しちゃってとっても見づらくてごめんなさい。鶏醤油と鶏塩の他に油そばもあります。プラス50円で RS 海特製のツルツルストレート麺に変更できるそうです。この前動画にした中央市場のヒグマさんに行った時にこのお店を見つけてすっごく気になっていたので、今回来られてよかったです。私の大好きな系統のお店でした。最初は昼営業のみだったそうなんですが、6月20日からは夜営業もされているそうです。本当に駅を出てすぐなので、お仕事帰りにちょっと地下鉄を乗って寄っていくのもありですね。今回もやっぱり全飲みです。ごちそうさまでした。地下鉄東西線24軒駅4番出口から徒歩10秒、駐車場はありません。席数は14席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。